はい、ただいま鮎田屋病院前に来ております。今日はですね、夕方から回る鮎田屋観光ということで動画を撮っていきたいと思ってます。まずはですね、先に鮎田屋名物のロッティ栽培のお土産を買いたいと思います。ハーシプソンとはカブカブ。特別に栽培を作ってるところを撮影させてくれるっていうことで、今お店の中に入りました。なんかすごいとこなんですけど、なんか潜入レポしてるみたいですけど、原料はね、普通のね、砂糖ですね。ちょっと水飴みたいなの触ってみます。おお、熱い。いや、簡単だ。この水飴をいただきます。べっこ飴。硬いのと柔らかいのを混ぜて伸ばしていくって感じですね。この辺から佳境ですね。骨がだんだん仕上がってきますね、栽培の。これで完成したみたいです。捨てれは捨てれちゃいまい。さあ、捨てれ掘る。はい、これで完成です。おお、コップか。今ちょっと試食させてもらいます。あったかいですね、これ。うん、うまい。出来たて栽培。いや、すごいです。いいもの見させてもらいました。
ゾウさん、なんかショーみたいなのやってますね。สงครามครั้งสำคัญเจ้าเป็นลูกกษัตริย์แม่เป็นเมียกษัตริย์ขอบุญเลยนะครับที่ขอบุญเลยนะครับคือเขียนข้างพ่อเจ้าครับขอขออนุญาตสักครู่นะครับทหารไทยทหารพม่าครับเดี๋ยวออกมาข้างหน้านี้今月12月11日から12月20日までアユタヤフェスティバルっていうのがあるらしいです。それの練習をしてたようですね。เร็วครับเดินเร็วครับตามมาครับเอกไปตามมาเลย yakitori umaso ซึ่งไม่ไว้ใจสมเด็จพระนเรศวรจึงรับสั่งให้はい、こちらはアユタヤの通称エビセンターと言われているところに来ました。このようにですね、これアユタヤ名物の川エビ、これをですね、これが売ってる市場となってまして、このエビをこれ併設しているレストランでいただくことができます。ここに数字が書いてあるのはこれキロ単価ですね。これ1キロ500バーツっていう意味ですね。あとエビ以外にもたくさんの魚介類が売ってます。イカですね。こちらカブトガニです。カニもいます。これコウイカですね。こちらね、キロ300バーツです。この通りにですね、たくさんのこのお店がありましてですね、この土日はですね、道路までこれ大渋滞する場所となってます。じゃあ今日はですね、こちらのお店に入ってみたいと思います。これ1キロだいたい20匹いるらしいです。はい、これ先ほどオーダーした1キロです。めっちゃでかいですね。これで400バーツですからね。めっちゃ安いです。
あとですね、中にはいろんなメニューがあってですね、このメニューを見ながらオーダーすることもできます。はい、こちらカニチャーハンです。これ M サイズ、これで150バーツ、めっちゃ安いですね。カニチャーハンめっちゃ安くて美味しそうです。はい、今日もリオビールです。乾杯。あとイカカレー炒め、めっちゃうまそう。あとこちらクンオプウンセン、めっちゃうまそう。これがうわ、めっちゃコクがある匂い、うまそう。じゃあエビいただきます。エビ、エビ、これ剥くのが面倒なんだけどな。うわ、卵がめっちゃある。あ、卵がいっぱい、卵いっぱいです。エビ、これこういうナムチムにつけていただきます。うん、プリプリ、エビプリプリですね。プリプリ、これめっちゃ味噌入ってる、めっちゃ味噌。味噌かも。うん、うまい、めっちゃうまい。イカカレー、イカもゴロゴロで、これうまそうですね。うまっ、めちゃうまい、うまい、めちゃうま。はい、クンオップ温泉いただきます。うわ、めっちゃいい香りしてる。これ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 、クンが隠れてます。クンが、エビが、あ、エビの頭しかなかった。エビ、エビ、エビが、あ、落ちた。エビがいました。めっちゃオイスターソース効いてるな。うん、このエビは殻ごと食えますね。うん、いや、今日はビールが進みます。うまい。じゃあ続いてカニチャーハンいただきます。ごっそり、うまい、うまい。これこの上にイカカレーを乗せてみました。間違いない。イカカレー乗せカニチャーハン、ダブルいいね。めっちゃうまい。もう一回、カニカレー乗せカニチャーハン、口の中でカニとイカが踊ってます。ビールおかわり。コムカー、バイバーイ。コムカー、はい、今いただきました。今夜の9時ですけども、お店はだいたい8時過ぎで終わるみたいでですね、まあ、最終までいました。めっちゃ美味しくてですね、ビール2本飲みまして、ちょっとヘロヘロになってます。ヘロヘロバンコク。
やっぱコスパいいですね。もうバンコクで食うシーフード、この値段見ると食べれないですね。3人以上で来るとコスパ的に一番いいかと思います。っていうのは一品一品の料理がですね、量が多くて何種類か食べようとした場合、やっぱり3人も少ないですかね、4人以上で来るといいかと思います。ぜひアユタヤ観光だとかですね、あとゴルフの帰りにお立ち寄りいただけるといいかと思います。はい、ということで帰りたいと思いますけども、あれ車どこ行った、あれかな。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。